そのルックスとファッションセンスで多くの女性ファンを魅了。笑いのツボまで抑えたコンビに食わず嫌いはあるのでしょうか。ご存知モルさん、魔法と金利君と共に登場です。一方、向井うつは東海地方が生んだスターは食わず嫌いという舞台でどんな笑いを生み出してくれるのでしょうか。ご存知東海オンエア、芝生、哲也、ツッチーと共に登場です。まずモルさんの大好物はチョコレート、マホトさんの大好物はグラタン、からしカレー、以上の3品。一方、東海オンエア、芝生さんの大好物はローストビーフ、ナポリタン、哲也さんの大好物はドライアイスの冷製スープ、以上の3品。実はこの中にある食わず嫌いの一品を探り当ててください。ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい豪華なメンバーですよ。ノルさん、マホト君、今回は芝生さん、哲也さんです。で、前回ははじめ社長とお豆さん、しこさん出ていただいたんですけども、それ以上にね、これもう同じで考えたよ。今もうまだ古い状態。まさかこの時間の2人目にしこれやがしたり聞きましたからね。今日 T シャツどうしたの。お前、あれ東海オンエアでしょ。これはいいですよ。あ、楽しんでもらった。やめろ、ないじゃん。お揃いのね、監督カットで。すぐカットカット言うからもう。いつも仲いい。仲いいですよ、仲いい。ここは初めてです。ここは初めてですね。ここも結構久しぶり。半年ぐらい。半年ぐらい。そんなに結構前だよね。夏だもんね。夏ぐらい。そうですよね。これ5日ぶりだね。近いね、近いね。とんでもないメンバーよりあったよ。そろそろ行きましょうか。試合に行きましょうか、はい、あ、ちょっとその前になんかおみやが今回あると聞いてますけれども、なんと僕昨日福岡にちょっと旅行に行ったということで、はい、博多土産のすごいひよこ。ひよこ、結構適当に買ったんで、まあ、ここに知りませんけど、そんな通り物とかじゃないの。あんま知らないひよこ。これいくらもらったの。え、私からいくらもらったの。出しに行くけどね。着てるんですけど、はい、最近あれなんですよ、このパーカーを、パーカーだ、はい、作ったので、ね、うん、はい、今着てるんですけどね、パーカーを、どこの歯。ああ、いいです。どこの歯。あれだから国じゃねえから。動画のね、その企画の、あ、そういうこと。そう、あ、それのハーフ、ハーフチャレンジ、パーカーが出たわけ。そうパーカーに、はい、まあ、ありがとうございます。はい、ぜひ着てください。すごい。早速これ今じゃあ着ちゃいますか。今着ちゃって、まあ、全然なりますね。あったかいんで。暑い、暑い。え、今ちょっと暑いから着ないらしい。何や、お前それ。どうになったの。暑い。暑い。じゃあ、すみません、じゃあ本題へ行きますか。行きましょうか。じゃあね、じゃあ、はい、せーの、ナポリタン。おー、なんでナポリタン好きなの。まあ、東海の上に足りてないおしゃれ感だと思いました。ナポリタンおしゃれだ。あ、ほんとおしゃれじゃねえか。食い方がおしゃれ。お前、どこがおしゃれなんじゃない。マジか。お前、マジで。スプーンの意味がない。あ、なんか、しばらくモルさんに言いたことあった。準備。D で。モルさんなんか言いたことあった。なんでしょ。モルさん、俺と顔似てるよね。なんか、なんだっけ、なんの動画。あの、眉毛を整える動画を見てて、うん、え、すごい出てると思って。モルさん、あんま知らない時に、なんか、おすすめがあるのに見て、あ、ほんと、ほんとすごい出てると思って。で、その時こいつを全力でブスキャラで押し出してたから、まあ言ったらモルさんのファンに絶対叩かれてたから、モルさんブスって言ったら同じだから。いや、でも、限りなく髪はもうブスだもんね。いや、モルさん、これだからブスなんだよね。これだからブスなんだよね。撮ってみ？撮ったらもちろん。
大丈夫ですか、お二人。お前そこを頼むじゃねえだろ。そこを病院行ってみましょう。いいですか、じゃあお二人も。はい、大丈夫です。じゃあ次行きましょう、東海さん。はい。からしカレー。からしがついてるってことは普通のカレーよりも好きってこと。うん、そう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 。あ、普通カレーより好き。好き好き、普通に。あの、これカレー屋さんね、なんだっけ、池尻大橋の方にあって、このカレー屋さんが、からしカレー専門店みたいなのがあって、そう、で、そこによく食べ行って、じゃあ、結構いい黄金比だね、やっぱ、いっぱいつけた方がうまいな。うまいうまい、本当にうまいし、うん、うまいよ。食べたかな、んかね、うん、見た目辛そうかなって思うんですけど。びっくりした、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 びっくりした。人がやってるとこだから。あ、言葉分かるんだ。大好きです。美味しいです。いいですか、もういいですか、もう一口だけでいいですか。もう一口、野菜と一緒に食った具とかいっちゃってもらって。グー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 ね、グーね。おあ、お、うまいわ。うん、ごぼうだった。うん、すげえな。うん、まあね、好きね。うん、好きなの。怖い怖い怖い。野菜入れるとやっぱまた風味とかが。そうだね。うわー、やっぱりもう怖い。何何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 ネパール人がやってるから。ネパールでも早い。電話早い。これじゃない。もう下げてる。下げちゃったよ。大好きです。大好き。なるほどです。さあ、我々の番ですね。どれがいいかな。じゃあ、行きます。せーの、ローストビーフ。はい。うん。なんでローストビーフが好きなの？まあ、肉料理っていうのは、東海オンエアの主力であるヘゲに、ってことは、ってことはもう大好きってこと。大好き。じゃあ大丈夫です。はい、じゃあ最後もらって大丈夫です。大丈夫、大丈夫ですか。もう大丈夫。これ食ってなんか一発ヘルブみたいな、ちょっと想像して。必要な情報で全部。もう分かったから。あ、あ、あ、なんでこのタイミング。ちょっと待って、漏れ出した、漏れ出した。お前なんだよ。こっち好きなのカレーで、こっち好きなのチョコレートで、なんでうんこ出せ。やめろって言うの、マジで。食えないです。大丈夫です。はい、ありがとうございました。次行きましょう。次行きちょっとうんこ漏らして終わった。やめて、もう。あ、本当に早いな。たらカレーの前に。じゃあ、後で。せーの、チョコレート。ああ、いいですね。じゃあ、ちょっといただいていいですか。はい、どうぞどうぞ。はい。食べ方きれい。え、チョコ、それ食べ方もおしゃれな。なんか、うん、あ、なんか、ゼリー、ゼリー見してゼリーみたいな。やば。あ、ダメ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 だよ。え、あ、ゼリーね、うまい。これおしゃれなやつじゃん。おしゃれだな。茶色いのとか。茶色いの、このタイミング茶色いの。茶色いのじゃあ一番うんこっぽいやつ食うわ。自分でいいじゃん。ダメだろ、言っちゃって。結構包んでくれた。広げたらダメだ。オブラートバーン。これ、はいはいはい、うん、なんですか、なんか色的にショコラっぽい色ですよね。うん、なんかなんでちょっと見るの。なんで見ながら食べるの。こいつこれだっていう。これもですね。どういう気持ち、これ。あ、これもなんか、これもなんか、
やっぱ食べる。やっぱ食べちゃう。あ、素晴らしいカレーより好きかも。なんかね、さっきの辛さをこれでなんか調和してるように見えます。いや、辛さ好きなんで。やっぱコンビなんで、うん、チョコレート入れますからね、カレーに。あ、ほうほうほう。え、そう、入れる。コクそうなんですね。美味しかった。はい、美味しかった。美味しかった。3品目もうこれでしょ。じゃあ、いきます。せーの、ドライアイスの冷製スープ。なるほど。いいな、やっぱ見た目。どこのお店にあるの？これ、あれ、川崎駅付近で最近見つけたんだよ、うん、最近なんだ、最近なの。川崎に来たのって何回目ぐらい？3回目ぐらい。やべえ、出前が、出前がある。出前がある。出前が早っ。いたしましょう。どう？実はベストの配合任して。出前の時は基本自分で水を入れるから。あ、そうなんだ。そうか、そのまま出てくるからね。なんか冷凍みたいな感じで届くの？そうそう。あ、今回直営店でもう今そこに。あ、もうすぐ届けたもん。ネパール人の方が。ネパール人？ネパール人こっちだよ。じゃあいただいていいですか？はい、どうぞ。いや、これほんとテスラ好きだもんな、これ。すげえ。おお。なんか食い方わかってるね。おお。何そこ。見えますかね、これ。ほら、うわ、すげえ。すげえ。それどうやって食べるの？もう完全にまず見た目、今ほらみんなこう、うん、おおってなった視覚、うん、で音、あ、うん、聴力、視覚聴覚からの、あ、ない、え、ない、ない、うん、嗅覚なかった。最初水入れちゃってもいいんじゃない？ちょっと、ああ、そっか、口、うん、一回スープだけ。うん、あ、教えてもらっちゃってる。食い方分かってるねとか言っときな。じゃあ、はい、いただきます。はい、どうぞ。あー、染み渡んな、これ。これなんだよね、撮影後いつもこれやってるから。すごい反応、ほんといいんだよ、これ。じゃあもう一気にいただいてね。いただきます、ね、コーンと。コーン、そう、コーンポタージュ的なやつなんで。コーン、アイスね。いい音だな、いい音だ。じゃあいただきます。はい、どうぞ。うん、ボリボリ。ボリボリ。すごい。煙出てるやつ。なんでだよ。おお。こっち出しちゃっていいんじゃない？こっち出しちゃっていい。こっち出しちゃっていい。こっち出しちゃっていい。エッチ。刺激が強い食べ物なのかな。いつもこうやって食べてるね。そうそうね。順番もこの通り。滑稽に食べてる。あれ、俺らもさ、モルさんのチョコレートもらったんだしさ。お前も。あ、そうだね。これは俺の。でも俺チョコレートもらったしけどないし、まあチョコね、せっかくあげたんですけど、音があるうちに、うん、音があるうちに、美味しい、美味しい。じゃあどう、美味しかった？あ、この絵のまんまいきます。これがこれに買ってされたんだな。じゃあ最後、東海さん、はい、せーの、グラタン。さっき見たりますよ。結構います。ダン全然ダーッて。ダーッて。グラタン、うまそう。じゃあいただきます。うまそうだな。みんなでご飯とか行ったりするんですか？この撮影終わりとか。撮影終わり結構行きますね。毎回毎回。うまっ。でもグラタン食べてるとこ初めて見た。なんかね、最近好きになって。小学生とかの時に親がよくこうやって作って出してくれたんだけど、うん、熱すぎるからなんせ。もうちょっと食べて、ちょっと食べてで冷めるの待ってたら、もうそれで腹いっぱいになっちゃって、ちゃんとグラタンを食ったことがあんまなくて。うまい。なに？なに？なげ。持っていかれちゃうね。すごい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 。いいよ。なんで若干脱いでんだよ、これ。感動する。さっきダメなやつが出た、シャビが出た。あ、やべえ。やべえ。マジのやつ。マジのやつ。びっくり。まあ、マホちゃんいいよ。コメントして。コメント？どっちコメント？とびっきりなコメント。
プログラムだ、まさに。うまみの極み。ありがとうございます。ありがとうございます。これ完全に視聴者盛り上がってるから。盛り上がってなかった。視聴者完全に盛り上がってる。ちくしょう。ごちそうさまです。大好きです。では以上で6品食べ終わりましたけれども、もう予想はついてますか皆さん。大丈夫ですか。大体まあまあまあ大体まあまあわかるよ。じゃあ入っていきましょうか。先手モルさん魔法とチーム披露。はい、ドライアイスの冷製スープ。こっちがなんか変じゃん。なんかえ？もうこれでもうスープって。人も言ってる。あ、本当だ。あ、すげえ。そうです。ドライアイスの冷製スープ。なぜそう思われましたか？やっぱね、うん、あの俺からし本当にネパール人が作ってるとこあるんだけど、最初ね、うん、なんか川崎のって言ってて、いきなりネパール人の話しだしたとか。まあそもそもね、ネパール人云々の前に食べ物じゃない。そうまず。うん本当に。後手東海オンエア披露。からしカレー。からしカレー。なぜそう思われますか？リアクション見てて完全に食べた時の反応が喜びではなかった。ネパール人と電話が2秒で終わるわけがない。まあまあまあ、そう思うないなだろうね。俺多分あれ入ってたんじゃないかな。サインダサくね。ちょ、え？ダメだ、ダメだ、ダメだ。今まで何人ドヤ顔で書いてた。さあ、互いの回答出揃いました。それでは実食です。実食！からしカレーとドライアイスの冷製スープ。両者、指定の一品、同時にお召し上がりください。それではどうぞ。いただきます。よかったね、もう一回食べれて。よかった、うまい。いただきます。お、いいね。おいしい。おいだね、おいだ。うわぁ、おまいりました。ということで引き分け。そう。なんでこれ嫌いなの？そう。いや琉球さある。なんで？なんでだろう。今日はあの皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。またちょっと今後ともよろしくお願いします。お願いします。ではまたお会いしましょう。さよなら。さらにこれだけじゃないぜ。まほとくん、東海オンエアさん2200年 TV のチャンネルでもコラボ動画を配信中。みんな絶対に見てくれよな。今回の動画はどうだったかな。他にもおすすめ動画があるからチャンネル登録して見てくれよな。 Twitter、Facebook では最新情報も配信してるから見逃すなよ。